こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、中世ヨーロッパのしくじり三大悪女を紹介するぜ。中世ヨーロッパだなんて、お城に住んでるお姫様が実在した場所じゃない。ということは、中世ヨーロッパの悪女って、白雪姫に出てくる魔女とか、眠りの森の美女に出てくる魔女みたいな悪女なのかな？まあ、ヒロインを陥れるんだから、悪女っちゃ悪女だけど、現実の悪女は、魔法は使えないけど、もっと悪女度が高くて、もっとスケールが大きいんだぞ。どんな風に悪女度が高いのか、気になるわね。それじゃあ、中世ヨーロッパのしくじり三大悪女が何をして、どうしくじったのかを紹介していくぜ。よろしくお願いします。今回紹介するのは、フランス、ポルトガル、スペインの悪女たちだ。霊夢は、どこの国の話を聞きたい？わぁ、なんだか新婚旅行の行き先を決めようとしてるみたいな質問ね。それじゃあ、スペインの悪女の話から聞かせてちょうだい。中世のスペインって、なんだかフランスとかイギリスとは違って、情熱的でミステリアスな感じがするのよ。わかった。じゃあ、スペインのしくじり悪女、マリア・ルイサの話を、紹介しよう。マリア・ルイサね。どんな階級の女性なの？正式な名前は、マリア・ルイサ・デ・パルマといって、スペインの王妃様だ。いつぐらいの時代の人なの？マリア・ルイサが生まれたのは、1751年12月9日。スペイン王妃として在位していたのは、1788年から1808年の間だ。日本では、江戸時代の真っ只中だな。ちなみにマリア・ルイサが生まれた年に、暴れん坊将軍こと八代将軍徳川吉宗が亡くなっている。なるほど。大体、どれくらい昔だったのか、イメージできたわ。それで、マリア・ルイサは、どんな縁でスペインの王妃になったの？この時代の貴族や王様って、ほとんど政略結婚だったでしょ？ああ、マリア・ルイサはざっくり言うと、パルマっていう国のお姫様だったんだ。パルマ？聞いたことないかも。イタリアの北部にあっためちゃくちゃ小さい国だ。それじゃあ、マリア・ルイサにとって玉の輿だったのかしら。領地の大きさからすれば、すごい玉の輿だっただろうな。そんな高い地位についたのに、マリア・ルイサは何をしくじったの？まず、マリア・ルイサは夫のスペイン王カルロス4世を愛さなかった。あらら、せっかく縁あって夫婦になったんだから、ラブラブになった方が、幸せになれるかもしれないのに。でも、愛さなかったってだけでしくじりになるの？夫を愛さなかったってだけじゃない。カルロス4世が筋金入りの馬鹿正直で争い事を嫌う人柄なのをいいことに、マリア・ルイサは夫を尻に敷いたんだ。そして、たくさんの愛人を持つようになった、と言われている。カルロス4世の父であるカルロス3世がいくらマリア・ルイサをいさめても、マリア・ルイサの愛人をいくら追放しても、浮気は収まらない。え、それって、不倫ってことよね。夫婦のことは夫婦にしかわからないってよく言われるが、マリア・ルイサの浮気に関して、夫のカルロス4世は何も咎めなかった。無関心だったのかな？でも、ある時、マリア・ルイサは運命の人と出会う。あれれ、なんかいきなりロマンスな展開。1788年、マニュエル・ド・ゴドイという小貴族が、スペイン王室の近衛兵となり、マリア・ルイサたちが暮らしているマドリッドの王宮に出入りするようになった。そのゴドイさんって、イケメンだった？絵が残ってるぞ。今の美的感覚で言ってもかなりのイケメンだ。ほんとだ、渋い、目つきがセクシー。この絵の人が動いて、私にだけ微笑んだりしたら借金してでも貢いでしまいそう。絵だけでそうなるんだから、男好きの人妻には相当、魅力的な男性に見えただろうな。マリア・ルイサは、ゴドイを一途に愛するようになり、ただの近衛兵だったゴドイに爵位を与え、政治の実権を握る立場である最小の地位まで与えたんだ。それって、スペインっていう国を愛人に与えたってことみたい。夫のカルロス4世も、国政を考えるより、趣味の狩りを楽しむ方が良かったらしいし、妻の愛人かもしれない。と噂されているのに、ゴドイを嫌うこともなかったそうだ。むしろ、地上の三位一体、なんて言って、宮廷中が呆れ返った、なんていう話もある。カルロス4世は、ちょっと異質な愛の形を持ってる人だったのよ、きっと。まあ、マリア・ルイサとゴドイが愛人関係だったと証明するものが何もないから。実際、二人はそんな関係ではなかったかもしれない、という意見もある。でも、火のないところに煙は立たない、とも言うよね。確かに、画家のゴヤが残している、カルロス4世の家族、という絵で、マリア・ルイサが手を繋いでる王子は、実はゴドイとの間にできた子、なんていう噂もあるからな。それで、マリア・ルイサの最大のしくじりって何だったのかな？実は、この時代のスペインはとんでもなく大変な時期だったんだ。どうして？この当時のヨーロッパは、ナポレオンの侵略で激動の時代に入っていた。ああ、フランス革命が起こった時期だったのね。カルロス4世は政治に興味がなく、マリア・ルイサとゴドイに政治を丸投げしていたんだが、なんだかんだあって、カルロス4世はクーデターによって、王の座を追われてしまうんだ。なんだかんだあったって何？
それを説明すると、それだけで動画2本分くらいのなんだかんだだから。そこは省略させてくれ。そんなに複雑なのね。まあ、今回の動画はしくじりさん大悪女がテーマだもんね。省略の件、了解したわ。つまり、5度を強要しすぎて、息子と険悪になり、国を追われたってことだ。それで、マリア・ルイサはどこでしくじっちゃったのかな？5度を過大評価せず、王と王妃自らがしっかり自制を見て、国を守ろうとしていれば、クーデターは起きず、国民や自分の息子に嫌われることはなかったんじゃないかな。で、マリア・ルイサたち3人は、国を追われた後、どうなったの？カルロス4世とマリア・ルイサはコンティーニョやローマで暮らした。ゴドイさんはどうしたの？1819年にマリア・ルイサが肺炎で亡くなる時まで、3人で暮らしていた。それじゃあ、波乱万丈はあっても、マリア・ルイサは、幸せな最期を迎えたのね。真偽のほどはともかく、最後を見取ったのは長い間、大切に思い続けたゴドイだった。それじゃあ、霊夢。中世ヨーロッパのしくじりさん大悪女、次はポルトガルとフランス、どっちがいい？さっき、フランス革命の話がちらっと出てきたから、フランスのしくじり悪女のお話を聞きたいわ。よし、じゃあ、フランスのしくじり悪女、マリー・アントワネットを、紹介しよう。え、マリー・アントワネットが悪女？悲劇の王妃として紹介するんじゃなくて？そうだぞ。じゃあ、早速マリー・アントワネットの悪女ポイントについて、いくつか紹介していこう。まず、一つは浪費家だったことだ。当時のフランスは膨大な赤字を抱えていた。なのに、マリーは、ファッションや掛け事、プチトリアノン宮殿の改修や維持に、国家予算を費やした。でも、それって、フランスは借金だらけでお金がないんです。って、誰もマリーに教えてなかったからお金がないってこと、知らなかったんじゃないの？教えたところで、節約しようって考えたり、自分たちも税金払って国家予算を増やします、なんて考えるタイプではなかったみたいだぜ。じゃあさ、マリー・アントワネットって、たくさん肖像画が残ってるじゃない？あれだけ綺麗な姿に生まれて、しかも、生まれながらのお姫様だったんだから、おしゃれしたいと思うのは当然じゃない？だったら、霊夢。マリー・アントワネットは年間、何着のドレスを新調させていたか、知ってるか？ 1 ヶ月に1着ぐらいかな？まさか、1週間に1着じゃないよね？ほら、それが生まれながらの庶民の感覚だ。マリー・アントワネットが年間に新調していたドレスは、170着、年間20億円の、出費だったそうだぞ。年間、20億円の衣装代？そ、それじゃあ、国家予算を突っ込んだっていう？プチトリアノン宮殿の改修っていくらかかったの？1649529リーブルって言われてる。これをざっくり1リーブル2000円として日本円に換算したらどうなる？ 32 億？え、待って。じゃあ、ドレス代ってとんでもない金額じゃない？一着いくらになるの？1000万円超えるよな。まあ、トータルコーディネートってことで、宝石とかネックレスとか、帽子とか靴とか全部ひっくるめてその値段だったんだろ。うん。天然の浪費家って桁が違うわね。そんな金銭感覚だと、夫のルイ16世の錠前作りの趣味なんか全然理解できなかっただろうな。マリー・アントワネットの悪女ポイントって他に何かあるかな？あ、パンがなければ、お菓子を食べればいいじゃない？って言ったっていう、世間ずれしたところ？確かに、桁外れの浪費家だったマリー・アントワネットが言いそうな言葉だよな。この言葉には、貴族や聖職者に搾取されて苦しい生活を強いられている国民のことを、全く理解していない、贅沢三昧な王妃の無教養ぶりが詰まってる。でも、実はこの言葉はマリー・アントワネットが言った言葉ではなかったことが、判明してるんだ。なんだ、そうだったの、そこまで天然じゃなかったってことね。でも、国民が王侯貴族や聖職者に対してどんな感情を持っているのか、フランス国民は何を望んでいるのか、ということに関心を持とうともしなかった。王侯貴族は庶民のことなんか、眼中にないってこと？そうだ。そして、その立場や価値観を変えようともしなかった。つまり、マリー・アントワネットの悪女ポイントは、時代錯誤になりかかっていた絶対王政に固執していたことだ。どういうこと？自分たちの地位を守るために、フランスの財政破綻を知りながらも貴族への課税に、反対したし、革命勃発後、革命派の情報を他国に流していたんだ。革命派と完全に敵対したわけね。けど、何よりマリー・アントワネットがやらかした最大のしくじりは、バレンヌ事件だろうな。わぁ、フランス語っぽい言葉ね。マリーは、その事件でどんなしくじりをやらかしたの？このバレンヌ事件は、フランス革命時の1791年6月20日夜に、ルイ16世とマリー・アントワネットの一家がオーストリアへの逃亡を図ったが、国境に近いバレンヌで発見されパリへと戻されたっていう事件なんだ。そんな状況だったら、ひっそりこっそり逃げていかないと見つかるでしょ。普通、そう思うだろう。しかも、かなり綿密な計画も必要だ。そうね。
フランス国内中、革命で盛り上がってるんでしょ？絶対に見つからないように国外に逃げるんだったら、それこそ、気の身気のままで、逃げなきゃ。ところが、マリー・アントワネットは、馬車はドイツ製の8頭立ての大型四輪馬車、内装は特注、それに新しい衣装なども用意して、なんてわがままを言って、逃亡計画の責任者であるフェルゼンを困らせた。それで、当初の予定よりも1ヶ月も出発を遅れたんだ。危険を察知する感覚が鈍かったのかな。それでも、なんとか出発したんだが、途中、立ち寄った街で豪華な食事をし、豪華な馬車を見せびらかしたりしたから、王の家族だとバレてしまったんだ。それは、取り返しのつかないしくじりだわ。もし、マリー・アントワネットがもっと危機感を持って、早くフランスを脱出していたら、彼女の実家であるオーストリアが革命に介入していたかもしれない。何より、ギロチンで処刑される、なんて悲劇的な最後を遂げることもなかったかも、しれないわね。生まれた時代が悪かったってこともあるけど、生き延びるチャンスが何度もあったのに、それを活かせなかったのがマリー・アントワネットの最大のしくじりだったんじゃないかな。それじゃあ、ヨーロッパ中世のしくじり悪女、最後はポルトガルの悪女の話を、紹介しよう。ポルトガルって、日本が鎖国してた時代でも交易していた国なのに、全然歴史も、特産物も知れないわ。なら、これを機会にポルトガルに興味が持てるように、ポルトガルの悪女、フアナでポルトガルの自由奔放なしくじり人生について紹介しよう。自由奔放なしくじり人生って、何回言い方変えると波乱万丈な人生を送ったってことよね。その人って、どんな立場の人だったの？ポルトガルの王女で、カスティーヤの王、エンリケ4世の王妃だった女性だ。カスティーヤ？カステラなら好きだけど、何か関係ある？カステラっていうのは、ポルトガル語でカスティーヤのことだ。で、そのカスティーヤっていうのは、もともとスペインのイベリア半島の中央部にあった国だ。そうなの？だったら、大体スペインって考えててもいい？それで理解しやすいなら、構わないが、今からちょっとややこしい話をするぜ。え、理解できるかな？今回、紹介してるフアナでポルトガルには、実はもう一つ、フアナでアビスイ・アラゴンという名前がある。アラゴン？それも、国の名前なの？そうだ。アラゴンも、かつてスペインにあった国なんだ。じゃあ、フアナでアビスイ・アラゴン、っていうのは、どういう意味？結婚したのは、カスティーヤの王様なんでしょ？フアナの母親がレオノールでアラゴンと言って、アラゴン王の娘なんだ。つまり、フアナはポルトガル王国の王女でもあり、アラゴン王の孫娘でもあるのね。うん、大丈夫。理解できたわ。ところで、このスペインっていう国がなくて、アラゴンとか、カスティーヤとかいくつかの国に分かれていた頃、日本はどんな時代だったの？そうだな。フアナが生まれたのは1439年3月20日で亡くなったのが1475年だから、室町幕府の時代で戦乱の世になる少し前ぐらいだ。じゃあ、フランス革命が起こるずっと前の話ってことね。それじゃあ、霊夢がいろいろ理解できたみたいだから、フアナのしくじり人生について、紹介していくぜ。すごく高貴な生まれのお姫様みたいだけど、何をしくじったの？そうだな。一つは、王である夫の子か、自分の愛人の子かを明確に言えない子供を産んでしまったことだ。え、どういうこと？1455年、エンリケ4世と結婚したフアナは、1462年に王女を産んだ。その娘は、母親と同じ名前、フアナ、と名付けられた。紛らわしいわね。女の子の名前のバリエーションがなさすぎるわ。その時点で、誰もその、フアナ王女、の父親が誰か、など全く考えもしなかった。まさか、王妃様が浮気してるなんて、誰も思わなかったのね。ところが、エンリケ4世はやっと授かった、フアナ王女、が相当、可愛かったんだろうな。自分の後継者に、フアナ王女、を指名した。そして、カスティーヤの貴族たちに、私の一人娘、フアナを女王とし、臣下として使えるようにと命じたんだ。自分の娘が将来、カスティーヤの女王になるなんて、王妃フアナの立場はいよいよ安泰じゃない。ところが、このエンリケ4世の命令に反対する貴族たちが、フアナ王女はエンリケ王の娘ではない。王妃の愛人の娘だ、と言い始めたんだ。なるほど、それがマリサがさっき言ってた。王である夫の子か、自分の愛人の子かを明確に言えない子供を産んでしまったこと、だったのね。エンリケ4世は子供ができない体なのでは？という疑いが持たれて、わざわざセゴビアの売春婦に確認させたっていうエピソードがあるくらい、子供を授かるための行為ができない王様だと思われていた。そんな人に子供ができるなんて信じられないってことね。でも、全く身に覚えがなかったら王妃フアナも黙っていなかっただろう。愛人がいて、身に覚えがあったから反論することができなかったんじゃないか。自分の娘が愛人のカスティーヤ貴族ベルトランラクエバの子っていう意味で、フアナラベルトラネーハ、と呼ばれていても、何の手も打たなかった。
それじゃ、後ろめたいところがあったと思われても仕方ないわね。で、結局貴族たちの圧力に負けたエンリケ4世はフアナ王妃を宮殿から追放したんだ。離婚したってこと？いや、この時点ではまだフアナ王妃とは離婚していない。ほとぼりが冷めるまでは。とでも思ったのか、エンリケ4世は、自分を支持してくれているフォンセカ司教の城にフアナ王妃を移したんだ。ところが、これがフアナ王妃のしくじりを引き出してしまうんだ。まさか、夫の目の届かないところで？そうなんだ。フアナ王妃は、フォンセカ司教のオイペドロと恋に落ちてしまう。あらら。そうなると、やっぱり、フアナ王女様の本当の父親が、エンリケ4世じゃなかったって言われても仕方ないわ。いわゆる、タクランってやつだよな。なるほど、何度も夫以外の男に心も体も許すなんて、確かにポルトガル王国の王女様は悪女だわ。恋に落ちただけじゃなくて、フアナ王妃はペドロとの間に二人も子供を産むんだ。夫と離れている間に産んだんだから、これはもう言い訳ができないわよね。フアナ王妃のしくじりは、肉体的な浮気の末、子供まで作ってしまったことだ。結局、このペドロとの不倫がバレて、エンリケ4世とは離婚することになった。それから、フアナ王妃はどうしたの？修道院に入って、36歳で生涯を終えた。短い人生だったけど、人から非難されても、好きになった人の子供を産んで、その子を無理やり王座につけよう、なんて欲を出さなかったのは偉いと思うわ。そうだな。そういう意味で、フアナ王妃の悪女ポイントは低めだったかもしれない。というわけで、今回は中世ヨーロッパのしくじり三大悪女を紹介してみたぜ。よかったらチャンネル登録や高評価をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。